思わず笑ってしまう、ちょっと残念な動物たち4選。動物の世界には、私たちを驚かせるような、素晴らしい能力を持つ生き物がたくさんいます。しかし、その一方で、ちょっと残念な一面を持つ動物たちも存在します。今回は、そんなちょっと残念なポイントを持つ、動物たちを4種類ご紹介します。それぞれの動物の残念な一面を知ることで、彼らに対する見方が少し変わるかもしれません。それでは早速見ていきましょう。1. チーター。チーターは、アフリカのサバンナや草原地帯に生息する猫科の動物で、その特徴といえば、なんといっても驚異的なスピードです。短距離なら時速110キロに達することもあり、この速さは狩りを成功させるために進化した結果です。チーターの体は、細長くしなやかで、足は長く、爪は半伸びの状態で固定されています。これにより、地面をしっかりと捉え、高速で走る際のグリップ力を最大限に高めています。また、チーターの鼻孔は大きく、心臓と肺も大きいため、酸素を効率的に取り入れて筋肉に供給できるのです。このため、チーターは一瞬でトップスピードに達し、俊敏に方向転換することができます。チーターの生活は、その速さに依存しており、主な獲物は、ガゼルやインパラなどの小型から中型の草食動物です。獲物を見つけると、まず慎重に近づき、一気に短距離を全力疾走して仕留めます。このスピードは非常に効果的で、成功率も高いですが、スプリント後はすぐに休息が必要です。長時間の運動には向いておらず、すぐに体温が上昇しすぎてしまうからです。足の速い男子が、小学校でモテることからもわかるように、足が速いというのはそれだけでかっこいい要素です。しかし、そんなチーターには非常に残念な一面もあります。狩りの後に他の捕食者に獲物を奪われることが多いのです。これは、チーターが非常に速い一方で、体力を消耗しやすく、防御力が低いからです。例えば、ハイエナやライオンがチーターの獲物に気づくと、チーターは戦うことなく、簡単に獲物を手放してしまいます。このため、せっかく苦労して獲物を仕留めても、自分が食べる前に奪われてしまうことがしばしばあります。このようなシーンは、自然ドキュメンタリーでもよく見られますが、何度見ても、チーターの残念さに笑ってしまうことでしょう。チーターの残念ポイント、スピードに全振りしたため防御力が低く、他の強者に獲物を横取りされてしまう。2. ゴリラ。ゴリラは、アフリカの熱帯雨林や山岳地帯に生息する霊長類の一種で、我々人間の最も近い親戚の一つです。オスのゴリラは体重が約160から180キロに達し、その強力な筋肉と骨格は一見無敵のように見えます。胸を叩いて自分の存在を誇示するドラミング行動や地面を揺るがすような方向は他の動物や人間に対して圧倒的な威圧感を与えます。ゴリラの生活は群れでの社会的な絆に深く根ざしています。群れのリーダーであるシルバーバックと呼ばれるオスは群れの安全を守る役割を担っています。ゴリラは果物や葉、木の芽などを主に食べる草食性の動物で、その食事から得られる栄養は彼らの巨大な体を支えるのに十分です。日中はほとんどの時間を食事や休息、子供たちとの遊びに費やし、夜は木々の間や地面に巣を作って眠ります。しかし、ゴリラにはちょっと残念な一面もあります。それは、彼らが非常に繊細で、ストレスに弱いということです。ゴリラは新しい環境や大きな音、人間の存在など、予測できない変化に対して強いストレスを感じることがあります。ゴリラのストレスレベルを劇的に上昇させ、健康を損なう原因となります。例えば、動物園で大きな工事が始まり、重機の音や振動がゴリラの檻まで届くと、ゴリラは不安を感じます。特に大きなクレーンが動く音や、突然の金属音には敏感に反応し、胸を叩いて威嚇のポーズを取ることもありますが、すぐに巣に戻り、震えてしまいます。このようなストレスが原因で、食欲を失い、体重が減少してしまうことがあります。このように、ゴリラはその見かけの強さとは裏腹に、非常にデリケートな心を持っています。彼らの巨大な体と力強さは、一見戦闘に向いているように見えますが、実際には平和を愛し、争いを避ける傾向があります。ゴリラのこのギャップは、彼らを愛らしく感じさせる要因の一つです。ゴリラの残念ポイント、力が強いのに、性格がとても繊細でストレスに弱く、戦闘には向いていない。3. コアラ。コアラは、オーストラリアの象徴的な動物で、その可愛らしい外見と、ゆったりとした生活スタイルで、多くの人々に愛されています。コアラは、主にユーカリの木の上で生活し、その葉を主食としています。ふわふわの灰色の毛皮、大きな丸い耳、そして愛くるしい表情が特徴で、見る人の心を掴んで離しません。
コアラの食事はほとんどユーカリの葉だけで構成されており、この葉は毒素を含んでいるため他の動物にはほとんど食べられません。コアラはこの毒素を解毒するための特殊な肝臓を持っていますが、ユーカリの葉は栄養価が低いため、コアラは1日に18時間以上を睡眠に費やし、エネルギーを節約しています。またコアラの消化期間は非常に長く、食べた葉をゆっくりと消化して栄養を吸収する仕組みになっています。そんなコアラにもちょっと残念な一面があります。それは彼らの脳が非常に小さく、知能が低いことです。コアラの脳は体重のわずか 0.2% しか占めておらず、他の哺乳類と比べて非常に小さいのです。そのためコアラは複雑な行動や学習が苦手であり、非常に単純な生活を送っています。具体的なエピソードとして、ある動物園での出来事があります。動物園の飼育員がコアラの檻を掃除している最中、誤ってユーカリの葉をすべて地面に落としてしまいました。普通の動物なら地面に落ちた葉を拾って食べるでしょうが、コアラは木の上から葉がなくなったことにパニック状態に陥りました。なんとコアラは地面に落ちた葉を食べ物として認識できないのです。飼育員が葉を再び木の上に戻して、ようやくコアラは安心して食事を再開しました。このようにコアラはその可愛らしい外見とは裏腹にちょっと残念な知能を持っています。それでもその愛くるしい姿と穏やかな性格は多くの人々に癒しを与えており、コアラのこうしたギャップが彼らをより一層魅力的にしていると言えるでしょう。コアラの残念ポイント、可愛いけどおバカ。4、アルマジロ。アルマジロは南アメリカと北アメリカに生息する哺乳類で、硬い甲羅で体が覆われていることが特徴です。アルマジロの名前はスペイン語で小さな鎧を持つものという意味を持ち、その名の通り彼らは強固な甲羅で体を覆い、捕食者から身を守ります。この甲羅は骨質のプレートで構成されており、アルマジロは危険を感じると体を丸めてこの鎧を使って身を守ります。アルマジロは主に昆虫、特にアリやシロアリを食べます。彼らは鋭い爪を使って地面を掘り餌を探します。アルマジロの視力はあまり良くありませんが、嗅覚が非常に発達しており、地中に隠れた昆虫を見つけるのに役立ちます。彼らは夜行性で、昼間は巣穴で休息し、夜になると餌を探しに出かけます。アルマジロにはちょっと残念な一面もあります。それは防御のための立派な甲羅を持っているものの、車に轢かれて死んでしまうことが多いということです。特に交通量の多い道路での事故が多発しています。アルマジロは車のライトや音に驚いて体を丸めるのですが、この行動が逃げる代わりにその場に止まってしまう結果となり、車に轢かれる原因になってしまいます。このようにアルマジロの防御手段は自然界では非常に有効ですが、人間社会の中では必ずしも安全を保障するものではありません。アルマジロの残念ポイント、硬い甲羅を持っているが車に轢かれて死ぬことが多い。いかがでしたでしょうか。今回は思わず笑ってしまうようなちょっと残念な動物たちを4種類ご紹介しました。彼らの残念な一面を知ることで、動物たちが持つユニークな特性や弱点に対する理解が深まったかと思います。次回、動物園や自然の中でこれらの動物たちに出会った時には、今回紹介した残念ポイントを思い出してみてください。そして彼らの魅力とともに、その愛すべき欠点にも目を向けてみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまた興味深い動物の世界について探求していきますので、ぜひチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。